始めていきましょう。皆さんレルブの入り方は分かりますでしょうか？もちろん、はい、もちろん分かっていたはずだった。多分役所もう入れたよ。あったあった。じゃあ皆さん入ってください。はーい。俺が一番乗りだぜ。おー来た来た。危ねえ、退出するとこあった。おー来た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 。あ、ちょっと感度高い。あ、閉鎖された。なんで？あ、もうダメだ。あ、もうやばいなこれ。え、終わった。閉鎖された。お、行けた。おはよう。ビモさんが入ろうとするとダメなのかもしれない。もしかして。マジか。ビモさんの。あ、来たかもしれない。うわ、やばっ。懐かしいビモさん。この世に生を受けたリモさん。うわ、21歳落ちてきてんけど。ほんとだ。うわ、グリーンバッグだ。あれ抜けるよ、色。待て待て、下降りよ、下降りよ。わ、最高。ノーダメで、皆さんノーダメで。当たり前や、こん痛い。皆さんどこ？痛い。あ、痛い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 。あ、りーちゃん、これ私が作ったスキンなんですよ。もう舐め回すように見よう。やだー、エッチよかったよかった。ありがとな。いやいやでん。よし、皆さんじゃあ木こりを始めましょう。まず、ゆったんでーす。いいのちょうだい。よろしくお願いします。あ、すべて。はい、次は、パン君でーす。よろしくお願いします。死ぬ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 。あ、よろしくお願いします。うわ、海沿いじゃん、ここ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。にぎやかだね、あっち。何さん、どこだ。え、あ、いた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 。リモさん、よろしくお願いします。どうも、清掃枠です。ヌにほげあげていい。え、どうぞ。よろしくお願いします。まずい、まずい。あ、汚れ作ろう。ちょっと待って。あ、痛い。あの、しょ、よろしくお願いします。いつ、いつ、いつ、俺が植えた木やぞ、それ。キリーン。あれ、キリンプイン、キリンプインベが。あ、よし、俺に返して。よし、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 よイルカいたよ、イルカ。いけました。うん、泳ぎ感とか 1.19 です。木が生えたの。そうだった。待って待って。なんかちょっとトップかな、僕も。もがくな。もがくな。ユースケルト宮坂さん、衝撃的なシーンだったね。帰ったら宮地埋まってた。服の取り合いしてたの、二人とも泳ぎ始め。天周辺がもうボコボコになってるよ。直したい。土があります。え、ここに住むわけじゃないでしょ、でも。ここに住むわけじゃない。けど、まあ、でもここ、いいことが、いいとこがあれば。鉄道を引くから。大変そう、いつ。あー、もう大変そいつ、頑張って。みんな、みんなの仕事やで、これ。みんなの仕事や。
お腹痛くなる予定が。皆さんと僕のちょっと今利害一致したな。感情線作ろうって話になってるな。感情線作りたい。見て見て。お、8。感情線って聞くとちょっとあのジンマシンが出る病気にかかりそうなんで。なんで？なんか嫌なことあった。タイガじゃん。なんか思ってるよ。リモさん、俺一発でいける。え、どこ？後ろ。やって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 。マジ？一発。殴って一発で食って。これ。相手飛べるからこれ永遠追尾される。あ、ちょっといっぱいあるよ。永遠追尾。あ、機嫌直った。マジ？武器弾がいっぱいあるね。武器弾いっぱいある？お家ってどこに建てるんですか？まだ未定です。これ建てような。墓地？墓地じゃない。お家お家。誰だ？いきなり？いきなり。今墓地建てるってやばいね。不良探しに行こう。なんてすぐに墓地が。うわ耳。何耳って蜂が通ってった耳やばいここやばいここやばい耳時刻蜂の巣近くにあるから鳥肌立つ気をつけて宮塚さん家の軒下に絶対蜂の巣つけよう絶対に許さないそっくじゃんどうですか夏を満喫してますか大量だよ昆布大量だきっといや昆布あるとな難しいんだよね海底が昆布ってさ焼けるの、はい、焚き火で焼けるよブロックにもなるよ焚き火で焼けるあ焚き火はもう占領されてました焼き魚のいい香りがしておりますあゆあゆそっかここに食料が浮いてるのかガムゲッタ。やめて。食べれないの。全部焼いたら食べれるよ。あ、なんでお魚取ったの。あ、洗濯が終わった。あいつ。無線で取ってったか。あ、取られた。私のだよ、それ。あ、昆布焼ける、昆布焼ける、ほら、昆布焼ける。はい、ありがとうみんなしばらくは昆布生活だへあだから食物繊維がやったなんかあ魚なくなったまた俺じゃない俺じゃない俺じゃないマジで俺じゃない誰泥棒食べとる結構かじってよあれリモさんの昆布消えた誰だよ盗んだの昆布口ついてるんそうついて自分につけたのその昆布はどこからいいでしょあれネギさんのご飯じゃんいいよいいよありがとうやだお尻から今草と肉出てきたリモさんがゆっくりさんから奪ったタラをケツから吸収してケツから腐った肉を出したあれこれが体内循環魚やった魚ネームタグあるのえ、なんで壊したのえやけどするからと思って置いておいたのに風情がなくなると思って取ってしまった確かにうめぇ昆布そうでもね食料飯食料飯欲しいな食料飯が通らないよ昆布で回復した分がパー